はい、西新宿の補助金おじさんです。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。はい、今回はですね、ブリューっていうテロップをね、自動で入れてくれるアプリの解説をしていきたいと思います。これ僕の場合です。 Windows の方にアプリを入れて、まあこんな感じで起動するわけですよ。新しい動画をこれでですね、例えば前回ですね、テレワーク定着、何分だったかな、3分か4分ぐらいのやつなんですけど、割とささっとここを見ていっていただければ分かると思うんですけど、すごい勢いで解析していって、すぐに編集できるような形になる。長いやつだと何分ぐらいだったかな、20分ぐらいのやつもこの前やりましたけど、平気で編集できるような形になってますの で、もし大きいやつをですね、やってみてダメだったら、あの分割してそれをこちらにね落として、出来上がったやつを再度プレミアとかで、滑舌悪いとこんな感じで、変な風になっちゃうんですけど、はい、西新宿の補助金おじさんです。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。東京都のこんな感じですね。でこれをですね、何がすごいかっていうと、例えば最初の方のやつなんかこれいらないんで、いつも喋ってるやつなんで削除しちゃいますね。例えばこんな感じで削除して、でこれも情報を発信しております。東京都の非対面式、非対面型導入支援事業とかね、東京都の非対面型サービス導入支援事業、これとか、あとですね、テレワーク助成金ってやつですね。これなんか例えばここを繰り返し繰り返し、例えばいらない動画もこれで削除できちゃうわけですよ。これで削除して、で東京都の非対面型、さあここら辺の点々ってなってるところね、これ無音のところなんですけど、これをねなくすだけでね、結構ね、これなんか非対面型サービス導入支援事業、これとか、あと、まあ、かなり滑らかになるわけですよこれ。はい、西新宿の補助金おじさんです。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。京都の非対面型サービス導入支援事業、これとか、あとですね、ワーク助成金ってやつですね。これも東京都のやつなんですけど、これがまあこんな感じでね、編集していくわけですよ。全部出来上がったら動画をエクスポートで使うことができます。これもう本当にね、テロップをね入れてる方だったらすごいわかると思うんですけど、非常にねめんどくさいんですよ。時間もかかりますし、なんかねかなり滑舌悪いんですけど、滑舌悪くてもこんな感じでね、結構割と編集をしなくてもいいような感じで自動でやってくれます。で他にもいろいろあるんですけど、画像を入れたりとか、あと文字をね変えたりとか、まあその辺のところをね、もっと詳しく解説してほしいっていうことであれば、追加のね動画アップしたいと思いますけど、まあとりあえずね、僕の場合コンテンツのね中身と、あとスピードで勝負っていうか、本当に仕事の合間合間でやってるんで、あまり編集に時間かけれないわけですよ。前は本当にテロップなんか全然入れてなかったんですけど、ここ最近ねやっぱテロップ入れてくれた方がいいと、テロップ入れてくれっていうことで、ちょっと最近何本かこれ使って、全部が全部これ編集もね、僕がちょっと滑舌悪いんで結構編集しなくちゃいけないんで、全部が全部ちょっとテロップ入れるっていうのも僕にとってはちょっと難しいですけど、まあゆくゆくはね、どっか外注に出してね、編集作業は自分でやらなくてもいいような、ね、形に持っていって、それでテロップの方も入れていきたいと思います。今のところはあまり自分でテロップ入れるって作業はしたくないと思ってますので、まあ、テロップがもしなくてもごめんなさいっていうところで、はい、まあ、今日はこんな感じです。ここからはちょっと西新宿 .net の、宣伝になりますけど、西新宿 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に1700件以上の、制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。